犬基礎となったトランプジャック・ラッセル・テリアは、イギリス原産の小型のテリア犬種。1800年代、イギリスデボンのジャック・ラッセル牧師が、キツネ狩りのために、地中に潜り込める、小さな白いテリアを作り出したのがこの犬種の、始まりである。また、その後、オーストラリアに渡り、買いやすくするためにウェルシュコーギー・ペンブロークと交配し、犬種の改良が行われ、 短足でやや温厚になりつつあるのが現在主流のジャック・ラッセル・テリアである。アメリカン・ケネル・クラブではラッセル・テリアとして登録されている。ジャック・ラッセル・テリアはもともとジョン・ラッセル牧師が生み出した狐狩りのためのテリアである。1819年5月、当時オックスフォード大学の学生であったラッセルは試験勉強の気晴らしに散歩をしていた際に、 牛乳屋が連れていたトランプという名のメスのテリアに出会い、気に入ってその場で買い取った。トランプはワイヤーフォックステリアに似ていたが、ブラックタンテリアの血も引いているらしく、短めの足と幅広の頭部を持っていた。大学卒業後に牧師帆となったラッセルは、トランプを基礎にキツネを巣穴から追い出すことに特化した犬の作出に励んだ。作出に用いられたのは、 トランプとスムース、フォックステリア、ワイヤー、フォックステリア、ボーダーテリア、レイクランドテリア、ホワイト、イングリッシュテリア、ブラックタンテリア、ダックスフント、ウェルシュコーギーペンブローク、チェシャテリア、ブルテリア、オールド、イングリッシュブルドッグなどがある。これらとトランプやその子孫たちを複雑に掛け合わせて本種は作出された。ラッセルの育てていた犬は、 当時は単にホックステリアと呼ばれていたが、狩猟能力が高いことからハンターに評価を受け、1883年の牧師の死後、次第にジャック・ラッセル・テリアと呼ばれるようになった。1894年にパーソン・ラッセル・テリアクラブが結成され、犬種の改良、維持が図られた。このクラブでは、能力や気質を重視して繁殖され、ダックスフンとウェルシュコーギーペンブローク、 様々な小型犬やテリアとの交配が行われたため、用紙には大きなばらつきがあった。犬種認定の条件は、コートのメインカラーがホワイトであること、能力よく穴に潜れること、特定のサイズ内であること、シャギーコートでないことなどで、私役に差し支えがなければ、外見やコートなどのバリエーションは基本的に容認される。また、ショードックにされることを嫌い。 イギリスのザケネルクラブには登録していない。このイギリスタイプのジャック・ラッセル・テリアは、ペットとして飼育するには、オーストラリアタイプのものに比べ気象面で難があるため、現在はあまり見られなくなっている。一方、元々のラッセル牧師が育てていたテリアの用子を重視して、消毒グとして繁殖に取り組むグループもおり、その結果確立された犬種が、パーソン・ラッセル・テリアである。 ジャックラッセルテリアはイギリス国外にも盛んに輸出され輸出先でそれぞれ刺激しやすいように改良された。特にオーストラリアでは現地の気候に合わせまた農場での刺激に向くよう改良された。イギリスでは強い雨や雪、寒さなどから身を守ることができないショートコートは敬遠されていたが気温が高く寒さのないオーストラリアではショートコートが非常に好まれた。 また、対抗を低めにして、穴に潜りやすくさせるなどの改良もなされ、性格もやや穏やかにして、ドッグショーやペットとしても飼えるようになっている。改良には、ウェルシュコーギーなどが交配されている。オーストラリアでは1972年に、犬種クラブができ、1990年に、オーストラリアのケネルクラブに登録された。そして、このタイプのテリアが2000年に、 国際畜献連盟にジャック・ラッセル・テリアとして暫定公認された。なお、アメリカ合衆国のユナイテッド・ケネル・クラブでは2005年にスタンダードの修正が行われ、公認名がラッセル・テリアに改名された。また、アメリカン・ケネル・クラブでは2012年に本県種をラッセル・テリアとして登録した。本種はオーストラリアやアメリカなどで特に人気が高く、 外獣の駆除だけではなく、ペットや、ショードッグ、スポーツドッグとしても人気が高い。また、近年セラピードッグや、ちょうど犬、介助犬などとして使役できる、可能性が見出されている。ブロークンコートのジャック・ラッセル・テリアアオホール、ジャック・ラッセル・テリア・ジャック・ラッセル牧師の作出した、テリアはもともと能力を重視して作られたために、外見にはバリエーションがあった。サイズは、 各研修団体のスタンダードによって異なるが、不審の標準では、体高25から30センチメートルとされる。体重は5センチメートルにつき1キログラム。つまり、体高25センチメートルの犬の体重は約5キログラム、体高30センチメートルの犬の体重は約6キログラムとなる。個体差も激しく、4キログラムに満たない小柄な個体から12キログラムを、 小数大柄な個体まで様々である。足は短めで、比較的小柄である。マズルは短めで、胸はやや深い。頭部は比較的小さめである。耳は、ボタン耳、尾は、タレオだが半分から3分の1程度の長さに段をされることがある。紐は、荒く硬い。これは、ヤブの中や穴の中で作業する際も、 小枝や小石などで皮膚にダメージを受けないためだとされる。コートの長さによって、スムース、ブロークン、ラフの3種類に分かれる。ブロークンとラフの紐は、オーバーコートが抜けることがあまりないため、プラッキングという、指、または、トリーミングナイフで、紐を抜いて、新陳代謝を促す手入れが必要とされる。全く抜いていないと、紐はやがてしなやかさを失い柔らかい印象になってしまう。 毛色は、ブラックホワイト、タンホワイト、ブラックタンホワイト。ブリンドルは、ブルーテリアの血が現れているため不可とされる。ブルーホワイト、ブルータンホワイトは、ミスカラー。どのカラーにおいても白が優勢でなければならない。目はアーモンド型の目のものと丸い目のものがいる。色は、明るいブラウン。片目が、ブルーアイの個体もいる。 眼鏡の色は目の周囲の毛色に準じる。白い毛ならばピンク色の眼鏡色がついているなら黒。狩猟の現場では穴に潜った犬の尾を掴んで取り出しやすくするため短くしていたと言われる。それに習い、もしくは見た目の愛らしさから断をする場合が多い。現代では動物愛護の観点から断をしていない犬も増えている。暖をする場合は、 生後一週間前後で行うことが多い。手術は獣医師が行うのが原則だが、ブリーダーが切ることもある。犬が直立した時の耳の高さと同じになるように世の長さを決めるのが理想だが、現状では、ココバラバラの長さに切られている。前肢、甲肢ともに狼爪が生えているが、段をの際に一緒に切除する場合もある。俊敏な動きで、ドッグスポーツの小型犬部門では、 花形犬種である。十分な運動と、きちんと、トレーニングとしつけをすることで、とても素晴らしい家庭犬になる。テリアらしく好奇心旺盛。しかし非常に繊細で気性が荒い。小動物やボールなど動くものには、非常に敏感に反応し、それが自動車やバイクまで及ぶこともあるので、自己防止のために幼い頃からのどんな時でも静止、または注目させられる訓練が必要である。 しかし我慢強い犬ではないため、子供や小動物との接触は、交渉事故が起きないよう特に注意を要する。猫やハムスターなどと一緒に飼育するのは難しい。他の犬ともやや喧嘩っ早いため、犬から目を離さないようにすべきである。猫のようにソファーの背もたれの上で眠ったりする。ジャック・ラッセル・テリアの本来の役割や気質を活かして、 楽しめるスポーツやイベントが探検手団体の開催で行われることがある。その他どんなドッグスポーツ、訓練競技、災害救助犬等においても健康であれば活躍できる。ドッグスポーツの一つであるフライボールではボーダーコリーとジャックラッセルテリアの雑種であるボーダージャックがよく使われる。ありがとうございます。